そう。そうは、日本の伝統楽器、わら器きの一つ。十三本の糸を有するが、十七幻想など、種々の多幻想がある。ことは一面、二面、一面、二面と数える。弦楽器のチター族に分類される。一般的に、ことと呼ばれ、金の字を当てることもあるが、相当、こと琴は別の楽器である。最大の違いは、ことは、字と呼ばれる。 可動式の支柱で弦の音程を調節するのに対し、古都は柱がなく、弦を押さえる場所で音程を決める。ただし、琴の柱層の駒はこと字とするのが一般的で、商品名もことじ。琴の代は近代と必ず事の字を使う。日本古来からあることは和ゴ和ワゴン。大和事と呼ばれ、六本の弦を持つ。稀に五本弥生時代から。 奈良時代の遺跡などに発掘例があり、現在も雅楽に含まれる、国風歌舞、岡倉などで演奏される。また、平安時代にはやはり雅楽の楽曲種類の一つである、齋原、在来の民謡などを、当時のトライ音楽である雅楽の編成に編曲した、還元伴奏付き歌曲の伴奏楽器として、和言が加わることがあった。現在では普通、齋原には和言が加わることはない。 また、日本の古代音楽を最も古い形のまま、現在まで伝承しているとされる恐れ山などのイタコが、恒例の際に演奏する楽器の一つとしても、用いられる、ただしワゴンを使うのはごく一部で、一般に、イタコが用いる楽器は、あずさ弓が多い。アイヌの伝統楽器のことである、トンコリ、カートモユは、ワゴンと類似した構造を持つ、ただし弦は5本。一方、 後日の奈良時代に、唐より伝わることになる中国のことの起こりは、旗の時代、紀元前三世紀頃に盲点という人物が作ったのが始まりとされるが、伝説に過ぎない。現在日本で広く知られている、形のことは、13本の弦を持ち、奈良時代に唐より伝わり、奈良及び平安時代に雅楽の中で用いられた、竜の象徴とされ、 現在でもことの部分の名称として、四道や四尾などの名残がある。画学で用いられることを、学僧、学語と、または、学僧と呼ぶ。またなら、平安時代より、独奏楽器、及び引き誘の伴奏としても用いられた。これらは、源氏物語などいくつかの平安文学の中に、描写されている。ただし具体的な楽曲は、現在残っていない、伝わっていない。 また竜と鯛を成していた鳳凰を象徴したハープ型の楽器、久保は伝統としては廃絶した。小僧院に断片が宝物として保管され、現代においては復元された複製楽器が演奏されている。また琴と同じツイッター族の大型楽器である質室、稀に、質とも読むは、小僧院の宝物が二十四本、中国の古代楽器では二十五本の弦を持つ。 伝説では、神がこの質を二つに割って、十三元のことと十二元のこと、別の名があるが作られたと言われている。これも現在日本の伝統では廃絶したが、現代になって復元された。平安時代末期から室町時代までにおいては、歴史的な記録が明らかでない。安土、桃山時代には、北九州で僧侶の賢順、1574年から1636年。 により、中国、在来の独創奏局奏、雅楽の奏局をまとめて、つく仕事が起こった。雅楽の、楽奏に対し、近世の奏局は、俗奏、俗奏または、俗ごとと呼ぶ。前述の畜子創を基本として、楽器としてのこと及び、奏局の基礎を体制させたのが、江戸時代初期に活躍した八橋兼業、八橋兼業。 1614年から1685年であり、特に重要なのは、ことの調弦を、それまでの立音階から、当時民間で、一般的になりつつあった宮古節音階に基づく、ものに変えたことである。また多数の作曲をして、ここで、現在の奏曲の基本型が整った、一節には、奏曲の基本形の一つである、弾物と呼ばれるいわゆる変奏曲に類似した形式は、 八橋県行が何らかの形で西洋音楽、特にジェンマロの変奏曲に接触したことによって生まれたという。独奏曲としてのことという楽器を代表する楽曲、六段の調べは、この八橋県行の作曲によると伝えられる。ちなみに、県行という言葉は当時の盲人音楽家が作る組合制度、東道座の中で与えられる最高位の名前である。 八橋兼業の没年となった1685年は、西洋音楽における大きな存在であるバッハや、ヘンデル、ドメニコスカルラッティの青年でもある。八橋兼業の名は、京都の歌詞、八橋の名としても残っており、生ではなく、焼いた、本来の八橋の形はことを模している。八橋兼業以降、江戸時代中期の特に重要な奏曲家としては、幾多兼業と、 山田兼業が挙げられる。まず、京都の幾多兼業が、原独頃、古都の楽器法、長弦及び奏法や爪の改良や楽曲を大きく発展させたと言われる。この流れが、現在の幾多流継承派であるが、実際には、当時情報にはいくつもの新流派が生まれ、それぞれ独自に爪の改良や、楽曲の作曲を行っていた。現在ではこれらをひっくるめて、 生田流と呼んでいる。生田兼業は、三味線、地唄とことを合奏させた功績が大きいと言われてきたが、これも実際には諸流派でも行われたらしい。それから、しばらくの間、奏曲は髪型を中心に栄えていたが、18世紀後半に山田兼業が、江戸で浄瑠璃風の歌物を中心とした楽曲の作曲や楽器の改良を行い、山田流の始祖となった。 山田流は、江戸を中心に、東日本に広まった。こうして幕末までには、西日本では、生田流系が、東日本では、山田流が、盛んに行われていた。その他、八橋兼業の直接の流れである、八橋流が一部に伝えられていた。その他、江戸時代の重要な創局家として、初期では、八橋兼業の弟子で、生田兼業の師匠である、北島兼業、中期では、 国歌の作曲で有名な三協剣業、安村剣業、後期では軽流手事物の住宅曲に吹音楽的な、ことの手付けをした、紫剣行、八十、咲剣業、光崎剣業、また、幕末の吉沢剣業らがいる。また、江戸時代において、ことは、東道制度、つまり、盲人音楽家の専売特許であったため、一般人が、プロの職業として、 奏の演奏家になることは認められなかった。このため、自唄以外の三味線音楽が、歌舞伎や人形浄瑠璃などの視覚的要素を伴う伴奏音楽として発展したのに対し、奏曲は劇場とは関係のない順音楽として発展した。その中心となるものは、琴の伴奏付き歌曲である、組歌と、器楽独奏曲である、断物であった。そして自唄に合奏することで、 多くの自歌曲、ことに手ごとものをレパートリーとして大いに発展した。また、シャミ音楽が有利との結びつきも持っていて、どちらかといえば、シャミが庶民の楽器として普及したのに対し、奏曲は王朝文学に取材したものが多いなど高雅な精神性を持ち、このため武家では高尚な音楽として、ことは武家の娘のたし並み、アマチュアとしてもてはやされた。 明治時代以降は、遠道制度が廃止され、盲人以外の一般にもことの演奏が職業として認められた。この頃作曲された作品を明治新曲と呼ぶが、西洋音楽の影響はまだ少なく、また当時流行していた民進学の影響も見られる。ただし、国民主張全般が維新による革新的思想で溢れていた時代であり、また、 盲人以外にも広く奏曲が解放された数の人間が奏曲界へ参入したこともあって多くの曲がこの頃作られた。特に大阪において非常に盛んであり、これらを明治新曲と総称している。しかしこの頃のレパートリーは現在の奏者にとって満足できるレベルで作曲された楽曲は少ないとされる。ただこの時期独特の精神な雰囲気もあり、西山徳重と 徳茂市の秋のことの葉、松坂春江の冬の花、菊松健行の佐賀の秋、菊塚良一の明治上築梅などは現在でもよく演奏される。また寺島花野の,の作品、白菊など現在では忘れられかけている余曲も少なくない。山田流においても都の春などの曲が作られている。大正時代及び昭和初期の創曲には、 宮城道夫の名がまず持ってあげられる。西洋音楽の要素を導入した新日本音楽の中心的存在に立ち、ことのみならず、邦楽全般の活性化に努めた。特に代表作、春の海は、尺八、正確には一尺六寸という、尺八より小さい同族楽器との合奏において、それまでのヘテロフォニックな邦楽の合奏には、見られなかった火星的伴奏を駆使し、 さらに尺八と交代して主旋律も奏でるといった方角の語法として新しく楽器の性能も十分に駆使した処方により現在でも琴という楽器を代表する曲の位置を占める尺八の代わりにバイオリンやフルートなどでも演奏される特にバイオリンとの演奏はフランスの女性バイオリニストルネ氏名により広く演奏され作品はもちろん 宮城道夫の名とことという楽器を世界的に紹介した。また楽器改良や作品の開拓だけでなく、古典作品の復刻や教育活動にも力を注ぎ、それまで主に交渉による稽古が主な伝承であったのに対し、楽譜、五千譜、及び、原名フイコールタブラチュアフの一種の普及にも努めた。宮城道夫は、幾多流に属する。 この流れは、宮城にとどまらず三曲界全体の主張流となり、中村双葉や山田流系の久本源地、中野島近一をはじめ、多くの創曲家が、宮城の影響を受けた作品を、多数残し、また創曲家以外でも、町田啓生や高森鉱山らによって、多くのわらくきを合奏させる作品が多数作られた。現代のことは、伝統的な流派の伝承。 草の根の稽古も含むはもちろん、クラシック音楽との交流も行われている。具体的には1964年頃より現代、音楽の作曲家の間での邦楽器ブームにより、現代音楽にことを含む邦楽器が広く用いられるようになった。これらの多くは、邦楽本来の楽器及び演奏法の特色の長所をなるべく活かす形で使われており、このブーム以前の西洋音楽における、 法学器の使われ方として多かった、別にことでなくても、ピアノやハープでも代用できる、西洋音楽の処方とは一線を画する。それに先立って1957年に結成された法学4人の会、法学器ブーム初期の1964年より、活動を続けている日本音楽集団の活動も、現代音楽における重要な法学活動として挙げられる。ただし対象。 昭和初期の新日本音楽における、邦楽界の西洋音楽需要が、火星的な処方で作曲しやすいことを中心としたのに、対し、1960年代の現代音楽界の邦楽需要においては、ことは、必ずしも主役ではなく、むしろノイズ的処方で作曲しやすい尺八が中心となった。また、吉崎勝彦、水野敏彦、三光流といったような、 創曲演奏家出身の作曲家も人気が高い。主に、生田流と山田流がある。外見上の目立った違いは、爪の形及び楽器を構える姿勢であり、生田流は角爪を用い、この角を有効に使うため楽器に対し左斜め約45度に構える。山田流は丸爪を用い正面に構える。レパートリーについては、双方の流派が、 双方のレパートリーを広く扱うため、あまり差異はない。相対的な比較としては、山田流が幾多流よりも歌物を多く扱い、幾多流は独奏曲において技巧が発達している。楽器の形状、長さ、楽器の膨らみ、陰血、細部の装飾などは、幾多流のことは、楽僧、雅楽の僧の形をかなり残していて、俗奏として、 大量を加えられた山田流式の方が音量が大きく豊かな音色であるため、現在制作されていることは一部を除いて、ほとんどが山田流式のことである。ただ沖縄、または沖縄の文化を伝えている地域では、八橋流の流れを組む独自の琉球創局が発展、継承されていて、そちらは現在でも幾多流式のことを使っている。それ以外は、 幾多流の奏者でもほとんど山田流式のことを使用している。調子、調弦において、一部の調子の名が、双方の流派で異なるため注意を要する。例、幾多流の中空調子イコール山田流の明けぼの上司、幾多流の明けぼの調子イコール山田流の二重中空調子、など、その他極少数ではあるが、八橋兼業の当時の演奏様式を伝える、八橋流。 蓄子層の様式を伝える蓄子流がある。層は前後にアーチのかかった横に細長い板状で内部が中空の銅に十三本の弦を渡して字を用いて針音程を調節し奏者の右手にはめた爪、気候によって弦を弾いて音を出し演奏する楽器である。長さは幾多流の本弦と呼ばれる高級なものが六尺三寸。 約190センチメートル、山田流が約、約6尺、約182センチメートルである。その他これに前後する長さのものが多数あったが、現在では、学校教育用のことを除けば大部分が山田流のことである。小僧院にもことの残欠が保存されているが、現在のものと作りが異なっており、4枚の板を箱状に貼り合わせて作られており、 各番はかなり薄い。現代のことは、上面と両側面は一つの材をくり抜いて作り、仮面だけ別材を貼り合わせる構造であり、このような方法になったのは平安時代と思われる。その後、山田兼業により改良されたのが、基本的に現在の主流をなす、山田層である。本体は、霧で作るが、製法により、ベタと、ここを、くりコートがあり、後者が、 高級品である。かつては富裕層のステータスとして、薪絵や木画などで美しく装飾されるものが多かったが、やはり山田兼業以来、装飾は最低限に抑え、音色を重視するシンプルなものが次第に多くなった。ただし良い音の出る楽器と木目の美しさには、かなり密接な関係がある。楽器の各部分には、龍角、龍眼、龍手など、 ことを竜に見立てた名称が付けられている。これを題材に書かれた、推理小説が、島田総治の竜伏せて事件である。画学の学奏は、良言と呼ばれるもののうちの一つ、もう一つは楽尾わで、還元や齋原で用いられる。武学では、通常用いられない。和楽器では普通弦とは呼ばず、糸と称する。通常のことは十三本の糸を有し、奈良時代より変わらないが、 江戸時代には、さらに多元のことが作られたこともある。また、明治時代以降、十七元層をはじめ、主々の多元層が作られている。十三本の糸には、名称があり、演奏する側の反対側から一に三四と数え、十以降の糸は、と、い、金と呼ぶが、畜思想では別の呼び方もある。太さには、 いろいろなサイズがあり、以前は黄色く染色したものが普通で、稀に青や赤に染めることもあったが、現在では、決なりの白が好まれている。糸の構造は、他の多くの荒くき糸と同じく、単糸をさらに4本寄り合わせ、糊で固めたもの。材質は本来は絹製であるが、俗装では現在は、テトロン製が主流になっている。テトロンは、張力が強く、 強く張ると余韻が長く、いい音色が出るからである。また、演奏中に切れる心配がないこと、絹製に比較するとかなり安価であることも普及している要因である。しかし、剣士の独特の響きを気に入っている奏者も多く、特にすり爪におけるしという音色ははるかに絹の方が、良い。楽奏では、今でも剣士が主流である。爪、技巧は、右手の親指、人差し指、 中指の三本の指の腹側にはめる人間の手の爪の側ではないことに注意。画角の爪は丸くて小さい。幾田流は角爪と呼ばれ、先が広く四角い形をしている。山田流は丸爪と呼ばれ、先頭の丸型である。この形状の際によりね色が微妙に異なる。この他歴史的に先の広がった四角形など多少の差異がある。厚みは、 戦後に移るに従って徐々に薄くなってきている。材質は、画楽を除き造毛で作られているが、最近は絶滅の恐れのある、野生動植物の種の国際取引に関する条約、ワシントン条約により、造毛の入手が困難のため高騰してはいるが、大洋樹脂は、学校教育用などに限られている。字は、他の弦楽器でいうコマブリッジで、糸を支え音向を定め、 振動をどうに伝える部品である。楽装のものは小さく低いが大音量を求める近代のものは大型になっている。補助的に小型の柱や最高音源用の脚部に変化を加えた柱、その他倒れにくくしたりするために工夫が施された特殊な柱なども手使用される。材質は古くは倒木が多かったが現在では造下性が最高とされる。 しかし大変に高価であるので、現在は合成樹脂製のものが広く用いられている。その他、以前は、芸骨製のものもしばしば使用された。古いものでは、美しい薪絵が施されたものもある。単に、真相といった場合、二十元素を指す場合が多いが、近年において開発された、創全般を真相という。宮城道夫の開発した十七元素が最も、 有名であり、すでに一般化している。合奏で用いられるように、特に低音部が良くなるように拡張されており、宮城以降の楽曲では広く用いられる。宮城道夫が開発した楽器は他にも教育用、普及楽器の単語と、試験的に作られた超型楽器80弦がある。このか現代において作られたこととして1969年に作曲家、 ミキミノル曲家、野坂恵子が共同開発した20幻想。実際は21本の弦がある。それから25幻想、30幻想、32幻想などがある。それぞれ現代の邦楽系の現代邦楽及び西洋音楽系の現代音楽双方の分野の作曲家によって新しい音楽作品を作る試みが行われている。特に20幻想は多く用いられ、 徐々に一般化しつつある。ちなみに対象語とは発音原理が金に属する楽器のため、ここで扱うこととは基本的分類において異なる。中国の発言楽器の打ちついた属のものだけでも、時代、地方、様式により多くの種類がある。一般的には、ジャンチェンと呼ばれる楽器がことを指す。字は同じ、そうの字。ただし、簡体字では、そう現在、 伝統音楽に広く使用されるものは、古僧、古チェンと呼ばれる。また、古都寺のナイフル語と GQN グーチンという楽器も広く使われている。朝鮮には、カヤ語とカヤグムと呼ばれる十二弦のことがあり、全部を膝に乗せ指等で断層する。朝僧員に伝わる、白木語とはその初期の頃のものと言われる。また、六本の弦と固定フレットを持ち棒。 サジで断層する、玄語と、古文語がある。他に、連行の枝ですってそうする7弦の牙層、アジェンがある。層は、楽器分類上チター族に含まれることもあり、ヨーロッパでの類似楽器としてはチターが挙げられる。チターは、ヨーロッパの楽器としては、一般的な方ではなく、アルプス地方の民族楽器、特に、オーストリアとして扱われている。他に、 フィンランドの民族楽器官テでも類似楽器の一つに挙げられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。